それでは続いてトークセッションに移りたいと思います。セッションはセッション1医療地域編、セッション2ビジネス編、セッション3まちづくり編の3つのセッションを行います。登壇者は昨年の福山未来共創塾塾生を代表して3組にご登壇いただきます。活動の概要と共創塾参加後の変化についてご報告いただきます。はい、セッションの間は負荷を下げるためにビデオはオフにしていただきますようお願いいたします。またセッションの間、質問は随時受け付けておりますので、こんなこと聞いたら恥ずかしいかなとか思わずに、ぜひどしどしチャットの方に書き込んでください。それではここからは、昨年塾生として参加してくださいました現役の大学生、愛媛大学3年生の丸井さんにバトンタッチします。丸井さん、お願いします。ご紹介預かりありがとうございます。私、愛媛大学3年生の丸井と申します。すいません、後ほど、ね、声の方ちゃんと聞こえてますかね。私と愛媛大学3年生丸井と申します。ただいまですね、愛媛と福山の2拠点ですね、オンライン授業というのもありまして、まちづくりの方に、活動をさせていただいております。この度はご紹介預かりましたので、セッション進行の方をさせていただきたいなというふうに思っております。本日はよろしくお願いいたします。それではですね、お時間の方も、短い時間ですので、早速お話の方を進めていきたいなというふうに思います。まずはですね、福山市民病院リハビリテーション科所属で任意団体ロボリハ代表の田原浩二さんの方からお話をいただきたいと思います。田原さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まず画面を共有させていただきます。はい、それではよろしくお願いいたします。まず私たちチームのこれまでの経緯なんですけども、福山市民病院リハビリテーション科は2017年からサイバーダイン株式会社の装着型サイボーグハルというリハビリテーションロボットを使って患者様のリハビリテーションを行っております。この機械を効率よく使うために、病院内ではハルチームというチームを作って運用をさせていただいておりますが、この機械をより多くの人に知っていただきたく、岡山のロボケアセンターというところとタイアップしまして、2019年に装着型サイボーグハルの装着体験会というのをさせていただいたところ、大変好評をいただいて、地域の方からもまたこういったイベントをしてほしいというふうな声を多数いただきました。そういったこともあり、病院の中だけではなく、病院の外にそういった普及活動をしていくことも大事だというふうに考えまして、2020年にまちづくりサポートセンターの方にチームを団体登録させていただきまして、2020年の未来共創塾の方に参加させていただきました。共創塾の方では自分らの強みと弱みを見直す機会があるんですけども、強みといたしましては、リハビリテーションロボットを普段から使っていることと、やっぱりリハビリ専門職としての知識、技術をやはり十分使っていくことが大事だというふうに考えましたが、弱みとしては、地域活動におきましては圧倒的に実績がないというところが問題でありました。しかしながら私たちの強みの部分をしっかりと使って、他団体と競争できればなということで、競争塾の方を参加させていただきました。共創塾期間中に私たちが取り組んだ内容はこちらの内容となっております。一つずつ説明をさせていただきます。まず出前講座についてなんですが、コロナの影響がありましたので、現地に出向いて講義をするということができなかったので、ウェブやオンラインという形で開催をさせていただきました。障害を持たれた方の交流会ですとか、大学でこれからリハビリを目指す人に向けての勉強会で、オンラインセミナーをさせていただきまして、私たちがすべての人に健康を福祉をということで始めた活動が、教育の分野にも波及していく可能性があるなというのを感じることとなりました。また、パワードスーツの展示体験会ですが、こちらは2020年の12月に岡山の中央図書館のところで開催させていただきました。全国から7社のパワードスーツの会社に協賛いただきまして、実際に腰に装着するタイプのパワードスーツを持って、重たいものを持っていただくという体験をさせていただきました。体験会の後のアンケートでは様々な声をいただきましたが、
私たちが機会を知ってほしいなということで開催した会でしたが、装着する皆様は、自分のお仕事ですとか自分のご家庭での生活のことなんかをに思いを馳せながら、装着体験をやってくださったみたいで、そういった点でも SDGs における様々な部分やへの、影響もあるのではないかというふうに感じるきっかけとなりました。たくさんあったアンケートの中で特に印象的だったのが、もう20年前にあればこう、良かったのにといった、ことがありました。こういった声を5年後10年後にこのビンゴ地域で聞かないように、私たちの活動をもっと強くやっていきたいなというふうに思っていたのですが、なかなかこう次の一手が見つからないような状況にありました。そこで、まちづくりサポートセンターの方が、福山祭り実行委員会の貝原さんという方とマッチングしてくださいまして、生み出されたイベントが、第1回のロボジンピック in 福山のイベントでございます。こちらのイベントは全国で例がないイベントだったんですが、それにも訳があって、やはりロボットを楽しく使うイベントというのを企画したかったんですけども、業者さんといたしましては、やはり大事に機械は使ってほしいというところがありますので、そこで、なかなか折り合いがつかない部分はありましたが、私たちがこう普及をしていきたい思いをしっかり伝えると、国内外からたくさんの、協賛をいただきまして、今年の3月に、開催することができました。左上の次世代型刀スポーツ、サッセンとか、右上の写真になります、次世代型の電動車椅子を使ったリレー競争など、また、右下の絵になりますパワードスーツを身にまとった参加者が、福山のゆるキャラのローラちゃんをマットに乗せて運ぶというちょっとシュールな競技もあったんですけども、多くの方に参加していただきまして大変好評をいただきました。そして何より嬉しかったのが、今まであまり注目されなかった私たちの活動がメディアに取り上げられたというところも多くの人にリーチし、いいイベントができたなというふうに考えております。また、笠岡諸島での健康増進プロジェクトなんですが、これは私の興味から始まった部分はあるんですけども、リハビリテーションにおいて、コロナ禍においては IT を使うことが非常に重要で、遠隔リハビリっていうのが注目されてるんですが、なかなかこのビンゴ地域では普及が進んでないという状況がありました。そこで岡山の方にありますダイヤ工業株式会社という会社が持っている6個の運動検査をすることで、その人の健康年齢とトレーニングメニュー、その人に合ったトレーニングメニューを排出してくれるというボンボンチェックシステムというシステムがありますので、そこで排出されるシステムのトレーニングメニューに私が指導を加えて、より質の高いものにしていくというふうなものを取り組んでいこうというふうに行って、まずはキックオフミーティングで関係者に集まっていただいて、実際にデモンストレーションをして、こういう感じでイベントを進めていこうということで、今月ですね、ボンボンチェックシステムと遠隔リハビリの掛け算ということで、笠岡の白石島というところで遠隔リハビリをさせていただいて、多くの方に参加していただき、好評をいただいております。また、こういったロボットの普及活動をしているというところを多くの人に知っていただいて、大学教授さんであったり、産業振興課の方など、たくさんの普段だったら出会うことのない人と出会えたというのも、この競争塾に参加してよかったなという点でした。競争塾を通して、まずはすべての人に健康福祉を提供するというふうに始めたところでしたが、さまざまなイベントをすることで、それ以外のゴールにも少し微力ですが関わることができるのではないかなという可能性を感じる1年でした。また、今後のパートナーシップの取り組みとしては、リハビリの任意団体ということで窓口的な存在になると同時に、やはり機動力を持って動くことを頑張っていきたいなというふうに思います。また、そういった先進的なリハビリが医療介護現場ではなく、さまざまな社会課題に適合していく部分がありますので、それをチューニングしていく役目も果たしたいなと考えます。また今年からチームの方には3人のリハビリスタッフが増員となっておりますし、今後 NPO 法人化する話も出ております。今後のチームの在り方も見直し、より力のあるチームになっていければなというふうに考えております。また2020年の競争塾の終えた現在でもプロジェクトは進行しておりまして、こちらは普段の業務と重なる部分はあるんですけども、先進機器を積極的にデモを行って、
それの情報発信をしていくという活動と、高島で行われているヘルスケアプロジェクトという高島の豊かな自然の中で健康を意識したファスティングですとか、体を浄化するようなイベントというのを企画していく中のプロジェクトメンバーに参加させていただいてます。その中での私の取り組みとしては、健康を提供する島の島民の人たちそのものがまず元気でいてほしいということで、今日の午前中になるんですけども、次世代型の電動車椅子を島の方に持って行って、島民の方、また、旅行で来られる来島者の方のモビリティの一つの提案という形で、こういった体験イベントを開催させていただき、非常にいい反応をいただいております。またここビンゴ地域では、ケアパネルビンゴという、福祉の情報雑誌がありますが、それに代わるものとして新たな福祉インフラの創造ということで、ミルクルといったチャットボットを企画している団体がありますので、そちらのミーティングにも参加させていただいたり、競争塾でも知り合った科学館プロジェクトの方にも、科学館内で、身体拡張機器を使ったフィットネスが受けられるエリアなんてできたら世界初でかっこいいですよねという話をしていたら、まあ、こういった今後ですね、福山の子ども未来館の本話会メンバーにも選んでいただいたので、そちらの方でも意見できたら幸いです。またイベントの方ですが、今年の秋に台湾のフリーバイオニクスという会社が、会社さんにロボットの体験会をやってもらう予定にしております。また今年、来年の3月には第2回ロボジンピックイン福山をローズアリーナの方で企画しておりますので、また参加の方ぜひよろしくお願いいたします。最後に私たちからのメッセージです。こちらの写真は、バイク事故で車椅子生活になった患者さんが15年ぶりに、歩行練習をしたというような映像になっており、写真になっております。こういった車椅子生活を自立されている方は、もう普段なら歩く必要はないんですけども、歩行練習ができるという体験があるということは非常に、未来を明るくするものであると考えております。これは医療にとってもそうですし、そういった先進機器が地域に行くということで、またその人たちの未来を明るくする可能性がある機会を提供することができると、自分たちの活動の意味を感じております。私たちのような取り組みに、もし興味を持ってくださる方、力を貸してくださる方がいらっしゃれば、ぜひ競争のパートナーとして、タイアップできたらというふうに考えております。私たちの目的としては、すべての人の選択肢にロボットというものを増やしてほしいというところにあります。未来競争塾は、そういうパートナーを見つけるにはうってつけの環境だと思いますし、まちづくりサポートセンターというものに登録するというのも一つの手かもしれません。ぜひ今後も私たちとタイアップさせていただくことがあれば、ぜひよろしくお願いいたします。ご清聴ありがとうございました。田原さん、どうもありがとうございました。ございました。ですね、この発表の途中にですね、まあ、適宜ですね、コメントの方、チャットの方に書いていただければですね、その質問の方を拾ってですね、またご質問の方を投げさせていただきますので、もし何かありましたら何でもチャットの方に書いていただければなというふうに思います。はい、自分個人の感想としましてはですね、発表を聞きまして、まあ、先ほど佐藤さんがおっしゃられたその SDGs の課題の掛け合わせというところでですね、その、まあ、田原さんが活動されているリハビリというところとですね、さまざまな SDGs の観点がですね、掛け合わさって、まあ、いろんな活動ができているのかなというふうに、まあ、思いました。まあ、それとですね、まずその活動の多分最も大事なところとして、やっぱりこのなんていうんですかね、こう活動を思うようにできない不自由な人だったりっていう人たちが、まあ、みんなと同じようにその歩くことができたりとか活動できたりっていう、まあ、その人の思いっていうところが、まあ、何よりも一番なのかなっていうところで、非常にその活動の一つ一つがなんか思いにあふれててっていうのを、まあ、自分も間近で見てて非常に思いますので、ぜひ皆様もその興味がありましたら田原さんと一緒に何か活動ができればいいなというふうに思います。はい、田原さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。